その部署自体は残業してなくて、嘘は肩についてるんですよ。あ、出てきましたね。会社からは男性の方と2人で出てきてるみたいです。大体、はい、普通、はい、立て、立て、こんなに見て、こんなに見て、どうやって、どうやるから。はい、どうも、ジャックポットです。今回なんですけど、浮気疑惑っていうので、まあ依頼もらって、今回依頼者に来てもらってます。内容はまあある程度僕把握してるんですけど、皆さんに説明がてらに喋っていきます。カンさんとは結構長いんですよね。3年ぐらい。婚約もされてるみたいで、どれぐらいで結婚される予定とかは？来年には籍入れようかなって感じ。そこで、まあ、今回相談受けてて、もともと一緒に働いてたみたいで、はい、今はもう違う。そうですね、僕がそこの会社辞めたんで、彼女だけその前の職場に残ってっていう感じで。一番最初浮気してるんじゃないかなっていうポイントみたいなのはどこで？彼女がその会社の飲み会から帰ってきた時に、酔っ払って潰れて寝ちゃってたんですけど、彼女の携帯にもともと職場の働いてた女の子から電話が来てて、僕も顔見知りの子やったんで、潰れてしちゃってるよっていうのを言おうと思って電話を取ったんですけど、男性の方が出られて、もともと働いてるところの男の人やって、まあその時はその喋って切ったんですけど、そっからちょっと疑い始めて。登録は女の人の名前で？そうですね、その女の人の名前で出てて、酔っ払って潰れてるよっていうのを伝えようと思ったら男の人が出たという。でそれがもともと一緒に働いてた上司の声に似てたっていう感じですね。働いてる時からそのジョースさんと彼女さんも仲は良かったんですか？もともと同じ部署だったので。残業の話もされてたじゃないですか、うん、そこもちょっと聞いていいですか？週1回ぐらい、はい、彼女が残業で家を遅く帰ってくることが多くなって、終電に間に合わないからそのまま会社で泊まって帰るっていう日もちょこちょこ出始めてて、そもそもそんなに残業が多い仕事じゃないので、そこからちょっとおかしいなっていう。元同僚に確認も取ったんですけど、はい、残業してるって言ってる日に同僚に聞いたら、その残業自体はあったけど、その部署自体は残業してなくてっていうこともあったので、嘘は肩についてるんですよ。残業でこう止まったりとかっていう日も嘘の日が？そうですね。だいぶ怪しいですね。本気で結婚を考えられてるっていうことなので、今回相談に乗って、確定はしてないんですけど、今日残業で彼女さんが泊まりになる日って聞いてるんですけど、元会社の同僚の方に確認してもらったら、彼女さんの部署が今日残業がないっていうことなので、また今日も嘘ついてる日っていう風になったので、今日の日程にさせてもらいました。とりあえずまだ時間的に仕事が終わってない時間ですよね。はい、仕事は多分間違いなく行ってると思うので、一旦会社の前から、僕たちは一旦ここで待機で、カメラマンに会社の前から女性の方を尾行させてもらって、はい、どんな動きをするかっていうのを確認して、はい、もし何か怪しいことがあれば最悪は突撃しに行くっていう感じにはなるんですけど、そこは大丈夫ですか？大丈夫です。まあ今一応婚約っていう形なんで、はっきりさせておいて今後どうしていくかっていうのは考えていきましょう、はい、僕たちは待機して大地君に尾行よろしくお願いします。一応顔写真も全部見してるんで多分分かると思うんで、はい、そこだけお願いします。間違えないように。今大地から連絡来て、まあやっぱり会社の残業はなく定時の時間で出てきたみたいで、会社からは男性の方と2人で出てきてるみたいです。ただまあ今尾行してもらったら、まあ、ご飯屋さんに入ったみたいなんで、まだ確定ではないんで、今から僕たちも合流して、もしかしたら先ほど言ってた上司と浮気してるかもしれないし、ご飯に行ってるだけかもしれない。まあでもやっぱ嘘はついてるんで、もしそうだったとしたら、何か動きがあったら突撃する覚悟は僕らはしてるんで、そこは大丈夫ですか？大丈夫です。とりあえず残業はしてなかったということで、ここから大地と合流して彼女を尾行していきたいと思います。はい、とりあえず合流しました。今ご飯行ってるんだ。そうやな、もう1時間近くなるな。僕らおったら怪しまれたらあれやから一旦履けるけど、うん、ここ来るまでに LINE 来たみたいで、うん、今日泊まりになるから帰られへんって。ああ、会社から出た時は定時の時間っていうのはちょうどそうやな、今残業中っていうことですよね。そうですね。
まあでも確実に男の人とご飯行ってますからね。一旦俺ら履けるから、そうやな、まま俺出てきたらもうそのままついていくから、うん、ちょっと離れたところで俺についてくる感じでいける。オッケー、帰らんって言ってるし、多分もうそのままインホテルじゃないかなと思うんですけど、まあ、その時は入る前にしっかり話して。大丈夫そうですか？もうちょっとだけ待っとくわ。ほんで出てきたタイミングでさ、大地から LINE 入れてくる。あ、了解、お願いします。はい、あ、出てきましたね。ちょっとついていきます。そこ、元上司の家らしいから、うん、出てきました。誰か分かりますよね。お兄さんから依頼受けて僕来たんで。え、お兄さんもっと上司ってるの？すごい。付き合ってるの知ってますよね。今年ご飯そう。クリスマス。ここが上司さんの家ですね。何やらね。ちょっと早くは。車に行けば。いや、定時で出てますよね。定時に出てきてるのも。僕ら見てるんで、残業でもないですよね。いや、ちょっとおかしいでしょ、まだ話終わってないです。ええ、浮気してる側でしょ、分かってますよね、付き合ってるんですよね、知ってるでしょ。何なんですかその態度。なんか言ってください、先輩。ちゃんと話終わらせてから聞いてますか。カルさんも入り口ちょっと邪魔なので移動しましょう。とりあえず状況を説明しますね。でまず彼氏さんから依頼もらったんですよ。彼女が浮気してるっていう風に疑惑を持ってたんで今日つけさせてもらって、残業もしてなかったんですよね。で今日しかも泊まるって言ってたんですよね、残業で終電逃したら。元上司の名前を電話で女性の名前に変えてますよね。それも全部聞いてます。ここ付き合ってるの知ってますよね。聞いてますか？大体、はい、先生、はい、食べ、はい、証拠として取らせてもらってるだけなんで。何証拠ですか？いや、もう浮気してるんで。そういう感じでください。謝った方がいいじゃないですか。関係ないじゃないですか。いや、手上げられたら困るんで、証拠としても取ってるんで。危ないよ、さっきから。どうしよう。いや、僕も嫌いです。だから、そうやって、そうやるから、そうやるから。お前浮気してる側やろ。立場考えろよ。立場考えろよ。お前やめてやめて。浮気してる側やろ。場所移動して話しましょう。